This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はうどん谷県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。木曜日です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。タイ政府は新型コロナの新たな変異種への対応を急いでいます。ワクチン接種計画は順調に進んでいます。タイとアメリカの経済協力について話し合いが行われました。タイの若者が ASEAN データサイエンスの分野で賞を受賞しました。2022年2月にベンジャキティ森林公園が一般公開されます。それではまず初めのニュースです。タイ政府は新型コロナの新たな変異種への対応を急いでいます。世界保健機関が新型コロナの新たな変異種オミクロンについて注目すべき変異種だと発表したことを受け、プライト首相はオミクロンは5番目に心配な変異種であり、詳細はまだ明らかにされていないものの、国民へのワクチン接種をさらに加速させるよう関連機関へ命じました。タイでは新型コロナの新規感染者の数と死亡者の数は5ヶ月が経ち下がる傾向を示しています。しかし、ワクチン接種を2回終了したにもかかわらず、世界では再び感染拡大の傾向があり、特にヨーロッパでは多くの国で感染者の数が増えていると指摘しています。ワクチン接種の報告書によりますと、これまでに世界205の国と地域で78億4000万回以上の接種が行われました。最近の接種率では1日あたり3410万回となっています。しかしプライト首相はアフリカ南部で検出された新たな変異種オミクロンについて心配されると述べています。ウイルスのタンパク質の変異が複数に確認され、その数はデルタ株の 3.5 倍の変異とされており、感染の速さとワクチンなどの耐性に強い懸念が指摘されています。プライト首相は公衆衛生、安全保障、通信、観光などの全ての関連機関にオミクロンがタイに入るのを防ぐため特に注意してスクリーニングするよう命じました。タイはリスクのある8カ国、ボツワナ、エスワティニ、レソト、マラウィ、モザンビーク、ナミビア、ジンバブエ、南アフリカからの来訪者のタイ入国を12月1日から禁止しています。次のニュースです。ワクチン接種計画は順調に進んでいます。保健当局は現在、タイでは新型コロナの管理とワクチン接種計画は順調に進んでいると発表しました。政府はあらゆる分野のあらゆる人へのワクチン接種を加速させてきました。ワクチンの数は国内すべてのタイ人にとって十分な量が確保されています。タイで接種されているワクチンは世界保健機関とタイ食品医薬品局によって承認されたものです。ワクチンは新型コロナに対する免疫を構築することができ、最大 80% から 90% 重症化を防ぐとされています。タイでは現在この5ヶ月間の感染拡大の波から徐々に新規感染者の数が減少し、死亡率も 1% 未満まで減少しました。治療を受けている患者の数も減少傾向となっています。使用ベッドは3分の1まで減少し、新規感染者に十分なベッド数が確保されています。
ワクチン接種データでは累積接種の数は9200万回以上に達しました。1億回のワクチン接種を目標としており、フライト首相は今週各保健所に全ての地域でワクチン接種を行うよう接種の加速を指示しました。またまだワクチンを受けていない人へ、あなた自身とあなたの家族の安全を確保し、集団免疫を構築するために接種へ協力してほしいと呼びかけました。次のニュースです。タイとアメリカの経済協力について話し合いが行われました。プライト首相はアメリカと ASEAN ビジネス評議会のテレビ会議に出席しました。 ASEAN ビジネス評議会は在台アメリカ大使のマイケル・ヒース臨時大使、49カ所のアメリカの民間企業の代表が出席しました。この会議はタイとアメリカの長い付き合いを反映しています。アメリカはタイにとって重要な市場の一つでもあります。会議ではエネルギー転換への投資に焦点が当てられました。アメリカは ASEAN の中でタイを重要な地域と見ており、持続可能な安全は大切な問題となっています。アメリカの民間企業はタイへの投資を拡大したいとし、来年タイでアジア太平洋経済協力 APEC が開催されることを喜んで支持する方針を明らかにしました。タイ側はタイ経済を持続可能な繁栄、強化、正常化に向けて推進する3つの主要なポイントを提示しました。 1. バランスの取れた持続可能な経済成長を促進する。バイオサーキュラーグリーン経済 BCG 経済を国の課題に掲げること。協力発展を通じて地域における回復力と持続可能な多様で安定したサプライチェーンを強化する。タイが新型コロナワクチンの生産拠点となるための技術移転とイノベーションの開発、そして世界トップの医療観光の目的地となること。3. タイ経済の能力と可能性を高めるためにデジタル経済を推進していきます。経済発展に焦点を当てることでコロナ後のニューノーマルの時代の課題に対処していきます。プライト首相は APEC 開催についても言及しました。開放、関係、接続、バランスの原則のもと、アジア太平洋共同体を構築したいとしています。首相はタイ政府は民間企業の参加を非常に重要視しており、アメリカの民間部門が協力し共通の重要な課題を支援することが望まれると語りました。次のニュースです。タイの若者が ASEAN データサイエンスの分野で賞を受賞しました。タイ人のウォラダーさんとカジャリーさんの2人はセント・ジョセフ修道院学校の5年生で日本の高校2年生にあたります。2人は学校のサイエンスチームユースフォワードに所属しており、今回 ASEAN データサイエンスエクスプローラー2021の最優秀賞を受賞しました。この科学賞はテクノロジーやデータ分析スキルを強化し、社会問題を解決する若者を育成する目的で設置されました。2人は農家から家までをつなぐと題したアプリケーションの開発を発表しました。 ASEAN の農業問題を分析し、生活の質を向上させるために開発されました。このアプリでタイと ASEAN の人口の多くを占める農家を支援していきたいとしています。農家は仲買人を介さず、アプリを通じて消費者に直接米を販売できるようにするものです。まさにビッグデータとデジタルテクノロジーを活用したアイデアとなっています。これはプライト首相の政策に沿ったもので、国を動かすためのデジタル技術促進と持続可能な未来に向けて、タイの若者と ASEAN コミュニティの基準を築くことにもなります。プライト首相はテクノロジーと組み合わせて創造的思考を開発し使用するというアイデアを称賛しました。2人のタイの子どもたちの問題解決能力と基地に富んだアイデアに感銘を受けたと語りました。選考委員会の農家がインターネットを持っていなかったり、インターネットが中断した場合どうするかとの質問には、2人はこのアプリにはメール、電話番号などの情報が記載されているため、顧客は他の方法で農家に連絡をすることが可能だと答え、
これが決め手となり、最優秀賞に選ばれました。ASEAN Data Science Explorer 2021は、ASEAN 財団の Facebook のライブ中継で決勝戦が行われ、2200人以上の人が見守りました。次のニュースです。2022年2月にベンジャキティ森林公園が一般公開されます。王室の人の心に森を植えるをコンセプトにしたベンジャキティ公園の建設が内閣で承認されました。森と水の価値を高め、自然保護の意識を育むことは、プミポン前国王陛下とシリキッド女王陛下のご意思を継いだもので、これはエコシステムの出発点となっています。すべての生き物にとって重要なことであり、持続可能な天然資源と環境への参加につながります。この公園の特徴は、大きくて珍しい植物だけではなく、季節ごとに約1万本の植物や花が入れ替わります。4つの湿地は年間を通じて楽しめ、公園全体に湿気と栄養を与える緑地を作り出しています。二酸化炭素と PM2.5 の両方を削減するのに効果があるとされており、街の空気を浄化するのに役立つと期待されています。5.8 キロの遊歩道、2.8 キロのランニングコース、3.4 キロのサイクリングロードなどがあります。また、1万5千人以上収容できる学習センター、博物館、アクティビティエリア、円形劇場、スカイウォークなども併設されます。ベンジャキティ森林公園では、ソーラー技術を使い、クリーンエネルギーを導入していきます。これは環境や人々の生活の質への配慮です。ベンジャキティ森林公園は、2022年2月に一部が一般公開される予定であり、2022年8月12日、シリキッド女王陛下の誕生日には、すべてが完全に開放される予定です。2022年、タイを訪問した外国人観光客にも訪れてほしいとしています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。ラジオタイランドの日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から日本時間の午後10時からそして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.